今回は ASD や ADHD の発達障害がある人の日常生活や家事に関する困りごと、またその改善策などについてやっていきたいと思います。最後には健康管理についても触れていきますので、動画の最後までご覧いただけたらと思います。それでは早速やっていきましょう。完璧を目指さない。 ASD やその傾向がある人は自分の決めたルールに強くこだわり、そのせいで自分を苦しめてしまうことがあります。その影響は家庭内での家事に及ぶこともあります。そもそも家事は毎日のことなので、効率よくほどほどにするのが良いですが、 ASD の人は一つ一つ完璧にすることにこだわるため、スムーズに進まないことがよくあります。また自分ではこだわりと思っていないため、自分のやっていることが正しいやり方だと信じていたりします。タオルやシーツは毎日洗う、トイレを毎日掃除するなど、自分で決めたやり方を完璧にこなそうとすると、食事の支度、掃除など他の家事が全然できず、無理をして体調を崩したり自己嫌悪に陥ったりすることもあるため、悪循環に陥ります。家事が進まない、一日終わるとひどく疲れているといった時は、やり方にこだわっているかもしれません。6、7割程度できたら良しとするなど、考え方を変えれば少し楽になるはずです。家事をきちんとこなそうとするのはとても良いことですが、自分を追い詰めないようにしましょう。手順やルールは最小限にする。夫や子供に手伝いを頼む。一日に行う家事の量を減らす。家電を利用する。ハウスキーピングを利用する。家事の負担を減らして自分の体を休めたり、家族と過ごす時間に充てたりしましょう。その方が自分にも家族のためにもなります。苦手な家事は工夫してハードルを下げる。 ADHD の人は同じことを繰り返すのが苦手です。面白みがなく、段取りを考えたり集中して取り組んだりする根気も少ない傾向があります。また短期記憶と呼ばれる脳のワーキングメモリーの容量が小さめで、物忘れが多く、いくつものことを同時に進行するのが得意ではありません。その結果、家事がどんどん溜まり、収集がつかなくなって家の中が大混乱になります。家事の分担は女性に多い傾向がありますが、無理にこなそうとせず、生活スタイルごとにスケジュールを立てたりルールを決めましょう。掃除を楽にする方法、すぐに使える道具にする。使い捨てのシートやハンディモップなどすぐに使える掃除道具を置いておく。5分から10分でできることをする。アラームをセットして5分から10分間部屋の一部だけを掃除する。ながら家事をする。歯を磨きながら洗面所をちょっと片付けるなど、何かをしながら済ませる。洗濯を楽にする方法、乾燥機付きで手間を減らす。洗濯物の乾燥は乾燥機を使う。洗濯を溜め込まない。洗濯する曜日を決める。手入れの簡単な衣類を揃える。アイロンが不要な素材や乾燥機にかけられる素材を選ぶ。調理を楽にする方法、冷凍食品や市販の惣菜を使う。全部作る必要はありません。カット野菜や冷凍食品を活用する。手抜きでも良い。おかずがワンパターンでも気にしない。手の込んだ料理は買ってきたものを食べる。1週間の献立を決める。主菜は曜日ごとに決めて、その日に合わせて休日に買い物をする。家事のやり方は絶対こうしなければダメという決まりがありません。自分が楽に簡単にできる方法を見つけましょう。発達障害がある人は疲れやすいため過労になりがちです。自分の睡眠時間をとにかく確保することも重要です。タバコやお酒、ゲームなどをやめるために。 ADHD の人は体に良くないと分かっていても、タバコを吸いたい、お酒を飲みたい、ゲームがしたいという目先の欲求を抑えることが苦手です。どうこうしてしまうことは誰にでもありますが、 ADHD の人は特にその傾向が強めです。健康のため、無駄遣いをしないためにもやめた方がいい。睡眠時間を削るようなことはしない方がいいと分かっていながら、禁煙などを決心しても地道に努力を続けることが苦手です。健康的な習慣の多くは毎日コツコツ続けるものが多いですが、 ADHD の人はそれが苦手です。目の前の楽しみを優先してつい飲んだり食べたり、ゲームに没頭して夜更かしを繰り返す傾向があります。とはいえ、年を重ねるにつれ健康上の問題が心配になります。
自分の意思だけではコントロールが難しいので、医師の助けを借りたり家族に協力してもらったりしながら続けられる方法を探しましょう。また目標を決めて達成するとスイーツなどの楽しみがあると長続きしやすくなります。ゲームなどに没頭しすぎて睡眠不足になる場合はアラームをセットして時間を制限したり、休日などに限定すると良いでしょう。ADHD の人は衝動買いをしやすく、 ASD の人は収集癖があるため、禁煙やダイエットをしてしまうと使わないグッズやサプリメントなどをつい購入してしまうことがあります。買う前に家族に相談したりするなど無駄遣いには注意しましょう。衝動買いや無駄遣いを防ぐ。 ADHD の衝動性は金銭問題を招くこともあります。目先の欲求を満たそうとして後先考えずに買い物をしてしまうことがあるからです。ゲームに課金しすぎた、ネットで一目惚れして服を買いすぎた、可愛いと思うとすぐに買ってしまう、よく考えたらいらないものを買っていた、勧められるままローンを組んでいた、毎月の返済額が少ないからリボ払いにした、無計画に買い物をする傾向もあります。毎月のように返済やカード払いに追われている場合は、お金の使い方を徹底的に見直すことが必要です。とんでもない額の借金を背負ったり家族に迷惑をかけたりする前に、お金の使い方のルールを決め、それを守れるように対策を決めましょう。使う金額を決めておく。週ごとの予算を決めてその範囲で使うようにする。レシートから家計の把握ができるアプリも便利です。ネットショッピングをしない。いろいろと目にすると必要のないものまで欲しくなります。カードの使い方やキャッシュレス決済に注意。クレジットカードの限度額を下げておくか、口座に入ってくる金額以上の支払いができないようにする。金銭を管理するのが苦手な人は現金の方が使いすぎを防ぎやすかったりします。援助を求める。言えば怒られると思っているうちに状況はひどくなります。お金の管理は家族に頼んでおく方が安心することもあります。車や住宅などの金額の大きな買い物は必ず家族と相談して、自分だけの判断で契約しないようにしましょう。借金の連帯保証人を頼まれた際にも必ず誰かに相談してすぐに決断しないことが重要です。以上が ASD や ADHD の発達障害がある人の日常生活や家事に関する困りごと、またその改善策などについてでした。この動画が参考になれば高評価、チャンネル登録をお願いします。学びにつながればコメント欄にアウトプットをしてください。アウトプットをすることで記憶の定着につながります。ではまた。